マドカドドドカ全部のパンツを大切にしてる。でもどうして男のパンツを履いちゃダメのか、なんで誰も教えてくれないの。それだけじゃなくて本当は君のパンツも大切にしてる。二人だけの日に本当に嬉しいと言いたいけど、でもなんて言えることはパンツを見せてくれないなんてだけだ。はあ、マジで君が好きだよ。嘘じゃないのになんて嘘のような音がする。リボンとかジェッカとか可愛いパンツがいっぱいあるよ。でもどうして男の下着はつまらない、色しかないの。俺が女に生まれたのにってそうじゃないよ。わからないことはなぜパンツを履いちゃダメのことだよ。もう俺の誕生日に君はケーキと可愛い袋を持ってきた。ああ、開けて時に笑った。開けてたくさんパンツがこぼれ落ちた。あのさ、君は俺の一番好きな人だよ。だからいつでも俺のパンツを見たいなら見せてあげるよ。